るとぶつかって怪我する絵？もう…もう、猫やんてば。あ、アトイさん。やっと気づいた絵。どうした？悩み事け？いえ、そういうわけでは。あ、もしかしてオシトルハンのことが気になるけ？やっぱり猫やオシトルハンのことが大好きやもんな。それは、真っ赤になって猫やんは可愛いな。からかわないでほしいのです。それより用がないなら私はもう行くですよ。猫やん？なんでもないのです。猫やん、ちっとオシトルハンのいる部屋の方向を見つめてた絵。相当オシトルハンの怪我が気になるんやろうな。ブライとの戦いでオシトルハンは重傷を負って、薬以外は入ったらあかん言われてるし、看病したいけどそれすらできひんくてもどかしいんやろね。あっひらめいたわ。善は急げって言うし、早速実行する。参道の散策？うん、ほらお姫様の回復祝いとかで山に入ってズルの材料を集めたやん。ああ、そういうことか。うん、久々に食べたいし構わんぞ。ノスリハンならそう言ってくれると思った。あとな、もう一個お願いがあるんやけど。ふにゃ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 。ふむふむ、なるほど、わかった。そちらも協力しよう。あの、二人で何のお話をしてるんですか？あ、猫やん。え、猫ねさん？アトイさんに大事な用があるからと言われてきたですが、なんでノスリさんやキウルもいるですか？ルルの材料を集めるなら人手が多い方がええもん。ルル？ではここにいる皆さんで山に材料を集めに行くですか？そういうことや。え、猫やんも付き合ってくれるけ？構わないです。ルルは姫殿下がお好きですし。それにとにかくそれなら遅くならないうちに行くですよ。あ、猫ねさん待ってください。ノスリハン、山に到着したら。わかっている。作戦開始や。いそれでルルの材料集めということでしたが、まずは何から集めるですか？それなんやけど、班を作って別行動しないけ？え、別行動ですか？ルルに必要なのは樹液や蜂蜜などですし、わざわざ別行動する理由がないのですよ。風の噂で聞いたんやけど、以前ルルに使った蜂蜜を超える極上の蜂蜜が存在するらしいんよ。でもそれはかなり分かりづらい場所にあるって噂でな、班を2組に分けて探した方が早く見つかると思うんよ。絶対早く見つかる。ノスリハンもそう思うわ。うむ、ここは私とアトイ、キウルとネコネで別れるのはどうだ？賛成やれ。それじゃあうちらは。待ってくださいなのです。そんなものが存在するなんて初耳なのですよ。私も聞いたことはありません。アトイさん、誰からその話を？キウヤン、ちょっといいけ？え？あ、はい、何でしょう？
ええから、ええから。あっといさん、なんで木陰なんかに。あっといさん、何を。声が大きい。せっかくキュウヤンとネコヤンの仲を取り持とうとしてるのに、キュウヤンがそれじゃどうにもならない。それはどういう。キュウヤン、今度こそ勇気を出す時が来たんよ。勇気。まさか。元気のないネコヤンを励まして、キュウヤンを意識してもらう完璧な作戦やい。アトイさん、ありがとうございます。キュウルたちは何の話をしてるですか。さあ、どこを探すか相談してるんじゃないか。お待たせやい。あの、ネコネさん、アトイさんと話してそういう噂があったのを思い出しました。それで、そのネコネさんと一緒に行動できたらと思いまして。ん？聞いたことがないと言ってたのに思い出したですか。それは。ほらほら、もたもたしてると日が暮れる。キュウヤン、ネコヤンのこと頼むな。では、またな。ああ、行ってしまったのです。一体何だったのですか。とにかく私たちも行きましょう。ネコネさん、足元に気をつけてくださいね。知らない山道でもないですし、大丈夫なのですよ。はあ、ここまでは作戦通りだな。恋の手助けをするのは楽しいなあ。キュウヤンがうまくやって、ネコヤンと熱々になれるか見に行こう。つまり、後をつけるということか。だがしかし。ええから、ええから。早く追いかけないと二人を見失ってしまうえ。もう分かった。手伝った以上最後まで見守るべきだろう。ほんなら早く追いかける。うむ。ね、猫目さん。何ですかキュール、あんまり騒ぐと蜂に刺されるのですよ。すみません。あやや、キュウヤン、そこで引いたらダメやわ。女はちょっと強引な男に惹かれるもんやえ。押して押して押しまくれ。ん？どうしましたキュール、気になることでもあるのですか。いえ、私の気のせいだったみたいです。そうですか。キュール、そこにある樹液を取ってほしいのです。私ではちょっと届かないのですよ。これですか？任せてください。うむ、なかなかいい感じじゃないか。二人の仲が深まってきた気がする。ギギリ、ネコネさん。私だってやれるのです。キュール、二人でギギリを倒すですよ。
で調子に乗るのでさ。追い払えたのですよ、キウル。ありがとうなのです。そんな、私だけの力では。ネコネさんの協力があったからこそです。謙遜しなくていいのです。あそこでキウルが敵の注意を引いてくれたから、呪法を当てることができたのですよ。本当に感謝してるのです。ネコネさん、今度ルモイの席の視察が予定されていますよね。うん、そうですが、それがどうしたのです？私もそれに同行したく、よろしいでしょうか？キュールはこの国の王子なのです。席の修繕状況を把握するのも
王子の務めですし、構わないのですよ。ね、猫姉さん、当日は頑張って猫姉さんを楽しませますね。何を言ってるですか。それよりキュール、蜂蜜探しをするですよ。はい。キュウヤン嬉しそうやったな。うむ、いいことをすると気持ちがいいな。あとは当日キュウヤンがネコヤンをときめかせられるかやけど、キュウヤンやから心配やい。これはうちも見守って応援してあげないとな。アトイさん、ノスリさん、極上の蜂蜜とやらは見つかったですか。いや、残念ながら見つからなかった。だが、普通の蜂蜜は見つけてきたぞ。そうですか。私たちも蜂蜜は見つけたですけど、牧場の蜂蜜は…まあ、眉唾物の噂っぽかったし、仕方ない。これだけの蜂蜜と樹液があれば、ルルは作れるしな。もう帰ろう。はいです。あの、アトイさん、ノスリさん、ありがとうございます。お礼なんていいえ。それにしてもギギリやゴロギギリから猫やんを守ったキュウやん、かっこよかったえ。そうですか。うむ、なかなかの男っぷりだったぞ。今回のことで猫やんの中でキュウやんの株が上がったと思うし、今度こそ思いを伝えるんやえ。アトイさん、そうですよね。次こそこの思いを。みんなで何してるですか。ね、猫姉さん、その今日の晩ご飯は何かなってみんなで話してたんよ。晩ご飯ですか。確か肉料理だったと思うのですよ。肉！それは早く帰らねば。あ、うちも帰る。まったくもう、競わなくても人数分あるのですよ。キュール、私たちも帰るですよ。はい、猫姉さん。これもアトイさんたちが私と猫姉さんを二人きりにするために。本当にありがとうございます。